一番気になるよね、みんな。確かに。卒業前の就活が実はコロナの第一回時緊急事態宣言初めての遠距離だった、ね、そう。しんちゃんこんにちは、ちゃんじろう夫婦のちゃんです。じろうです。私たちは新卒2年目で仕事を辞めて、自由に生きると決断した国際夫婦、私の方がベトナム出身で、じろうくんは神奈川県の出身です。社会人1年目で結婚して、2年目で仕事を辞めて、日本一周という決断をしたんですけど、今までは100日後に日本一周するシリーズ、100日後に日本一周するシリーズ出てないをショート動画ね、発信していたんですけども、100日応援してくださったみんな、見てくれた方ありがとうございました。皆さんの応援のおかげで無事100日間でこのキャンピングカーが完成して日本一周に出発することができたので、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。いや無事に出発が、ね、できたね。もう夢が叶ったので、応援してくれたみんなのおかげでございます。で今日は俺眠てぃよって言ってる。ずっと寝てるよね、本当。夜は起きてるTikTok、Instagram、YouTube で改造してこの車が完成していく過程を上げてたんですけど、まあ、そこで一番やっぱ質問が多かった、なんでバンライフなのか、なんで日本一周しようと思ったのか、そう、ね、多かったね、やっぱすごい多かったので、なので今日は隠さず全てお話ししたいと思っております。なのでどうぞ最後まで見てみてください。はい、お願いします。じゃあまずなんでバンライフしようってなったのか、一番気になるよね、みんな。確かに。なんでバンライフしたいと思ったのか。バンライフっていうのは車に住むこと。中学から日本にいるんですけど、高校ぐらいから海外のバンライフのこのインスタの投稿とかをずっと保存してたり、ね、うん、やっぱりこう起きて海が見えたりとか、うんうん、なんかコーヒー飲みながら海見たりとか、ね、すごい憧れてて、で、じろうくんと付き合ってからずっとなんかこういうのやりたいねって、そうね、ずっと話してて、うん、で僕も大学の時からサーフィンしてて、友達と車で車中泊でサーフトリップとか行くのが好きで、うんうん、でもめっちゃこうちっちゃい普通の乗用車で車中泊してたからめっちゃ狭くてね。でいつかなんかキャンピングカーとかこういうでかいバンで生活するっていうのは、そう、夢だったっていうのはあります、ね、それで、まあ、ずっとしたいっていうのはありました、うん、だけど、まあ、なんかやっぱりその時のしたいっていうのは、うん、なんか学生だったし、うん、まだお金もそんなにないから、ね、あと日本でまるでしてる人は定年、うん、定職定年、定年退職、定年退職後とか、うん、まあ、ある程度お金が貯まってね、そうそうそう、お金が持っているだったり、すごい大きいキャンピングカーって高いじゃないですか、うん、なので、まあいつかお金が貯まったらとか、そうね、いつか結婚して子供が生まれて余裕ができたらみたいな感じになっていくから、どんどん先延びちゃうから、すぐに実現できると思ってなかったんですよ、うん、なんか夢のまた夢みたいなね。そう、私たち大学で出会って付き合ったんだけど、うん、卒業して遠距離になったんだよね。そうね、卒業前の就活が実はもうコロナの第1回緊急事態宣言、そうね、第1波の一番就活が大変な時だったね。そう、うん、やりたい仕事とかやりたいこと、うん、とか考える時期だったのに、うん、会社とかも全部その延期になったりとか、そうね、採用ストップしちゃってたりね、うん、そうそう、うん、もう最後まで行ったのに無期延長とかめっちゃあったよね。あったね。みたいな、じゃあしょうがないか、ここに就活しよう、あ、就職しようっていう決まり方だったから、うん、本当にやりたいことってできてるのかってずっと毎日考えてた、うんうんうん、でそこでお互い、まあ、第一希望じゃないところに就職したんですけど、じろうくんは大阪、うん、でちゃんちゃんは東京に行ったんですね。初めての遠距離だったね。そうだね、大学でずっともう24時間ずっと一緒だったんで、まあ24時間思ったけど、ね、大学の時から同棲はしててね、海外で遠距離してる人とはもう比べ物にならないんですけど、うん、なんで偉いことは言えないけど、うん、でも
大変だった。初めての新しい生活だし、新しい出会いとかもねいっぱいある中、うん、やっぱすごい不安だったのもあって、仕事うまくいかなかったりとか、うん、でベトナムにいる親戚が亡くなっちゃったりとか、うんうん、そうだね。しかもお休みもねなかなか被らなくて、そう、月にほんと1回会えればいい方みたいなね、いい方みたいな感じだったんで、うん、働けば働くほどお金は貯まるけど、うん、貯まっても会えないし、まあ、うちらサーフィンをするんですけど、うん、サーフィンも一緒に行けない。そうだね、なんか何のために働いてんだろうなっていうのをずっと毎日考えてて、うん、である日ある日突然ね、うん、きついきついって毎日こう、まあ、溜まったのかな、うん、2人ともね、それはあるね、溜まった時期があって、うん、で次郎くんが珍しく辞めようかなって言ったのがきっかけで、その時まだ就職してすぐだったからあんまり賛成しなかったのもあって、そこで一回二人で本当に真剣に将来のことを考えて帰ってきて、将来会議みたいな、そう将来会議をしたんだよね電話で。そうそう、お金が貯まったら一緒に住もうかっていうかいろいろ話したんですけど、うん、そこでパッて思いついたのがなんでかわかんないけどパッて思いついたんですよ、うん、バンライフだで、次郎くんはその時まだそんなに考えてなかったじゃん、バンライフ。そうだよ、バンライフって言葉自体知らなかったね。インスタか YouTube かで、そうだ、 YouTube でちゃんが競馬生活さんっていう人とケンジとあかりさんの動画を見て、競馬で暮らしてる人たちなんですけど、うん、K の車に住んでいろんな旅をお金かけずにやってて、うん、なんかこれならそうだね、うちらもできるよねって、うん、そう、そんなにお金がなくても、うん、バンライフってできるんだっていうのをそこで知って、そう、あ、だったら今から頑張って貯金してやっていけばもしかしたら僕らでもできるかなっていうので、うん、そう、なんか急に道が開けたように見えたよねまあそこでバンライフって思いついてから、うん、まあ、その時電話したのが12時ぐらいだったから、ね、そうだね、12時ぐらい、うん、気づいたら4時間ぐらい話した、ね、もうアイディアがね止まらなくてやりたいこと、会いたい人、うん、いっぱいもうわーってなって4時間ぐらい話した、ね、うん、そうだ、あの将来会議があったからこそ、うん、今ねこうやって生きてるっていう感じ、ね、そうなんですそうなんです。そっからは本当バンライフっていうゴールができたので、あ、じゃあもうこの期間で学べるものを全部学んでからやめようっていう風になれたし、うん、貯金もね、お前月これだけこんぐらい貯めてったらバンライフして日本一周できるから頑張ろうっていう風になれたよね、うん、えらい頑張ったで、決断してから、うん、なんと決断した年、まあ言うたら社会人1年目に結婚、うんしましたもうその後はずっと貯金の期間、2人で貯金の期間だったね、うん、お金貯めて貯めてみたいな、そう、本当にもう仕事行って帰ってきてご飯食べて寝る、うん、そう、それだけ、もうそれだけみたいな同期とか友達にこう飲み行こうとか誘われても、うん、ごめんちょっと今お金貯めててみたいなこと言って、ちょっともう何もそういうのにはお金を使わず、もうこのバンライフにフルベッドしてたみたいな感じ、うん、社会人2年目辞めて2022年の11月に旅の相棒となるちょっとボロボロめの日産キャラバンをハイルーフ、最初は軽バンで行けるんじゃないかって思ってたけど、シラだともうそんな仲良くはできないって言って結構ちょこちょこ喧嘩するので軽バンとかのちっちゃい空間にこう入れられると、うん、多分もう耐えられなくて、もうやばい、耐えられなくなっちゃ う、どんどん欲望が大きくなってキャラバンになりましたその後改造を始めて今に至ります、うん、はい、はい、次に私たちの旅のテーマなんですけど、うん、まあ、さっき言ったように最初から日本一周がしたいってなってバンライフを始めたわけじゃないので、うんうん、あの日本一周が目標ではないです、うん、何が目標かというと、言っちゃっていいの、うん、目標は僕たちが住む移住地を決めたいっていうのが目標です。はい、移住地を決めるのが目標でございます2回その日本一周をして移住地を決めたい、うん、だけど旅行じゃやっぱりその土地の良さとか、うん、その
土地にどんな人がいるとか、ローカルな本当にマイナーな地元の人たちがよく行くところ、うん、もちろんそれが観光地だったら全然観光地も行くし、うんうん、なんかそういうその地を実際住んでみて知れるものって全然違うかなって思ってて、うんうん、なので車に住んで暮らすっていう決断に至りました。本当に節約しながら夢を叶えていきたいと思います、はい、これから YouTube で私たちちゃんじろう夫婦が発信していきたいことをみんなにシェアしようかなと思います、はい、私たちは、YouTube で旅の動画とかを上げていくんですけど、移住地を探すのをテーマにやっていくので、ローカルとかすごいマイナーな場所だったり面白い企画もたくさん日本中でやっていこうと思ってるので、移住地を探している方だったり旅の参考にしたいなとか、いろいろ日本の面白いこと見たいなとか、うん、って思ってくれている方がもしいれば、うん、ぜひぜひちゃんじろう夫婦の一味違った旅動画、うん、楽しみに見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、これからどうぞ応援よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこのチャンネル面白いかも。もし日本一周したいなって思ってくれた方、チャンネル登録、いいねとコメント、どうぞよろしくお願いします。